はい、今日も仕事が終わりですね、帰り際動画をこう撮ってるわけなんですけど、今日職場の方からですね、まあ、どうやらラジオを聞いててですね、なんか雲にもなんかいろいろ名前あるんだってねなんてことを言われまして、まあそうですね、まあ積雲だったり、まあ、巻雲だったり、まあいろいろこう名前あると思うんです。思うんで、まあそうですよねなんて言って、でその方はあまりそういった雲を一つ一つに名前があるっていうことをあまりこう、まあ、身近に感じてなかったようで、まあそうで、まあ一つ挙げるとしたらというか、まあその方はあの入道雲っていうそのキーワードはまあ馴染みがあるということで、まあ、これは多くの皆さんがよく入道雲、まあ、これから8月に、まあ、よく見る、まあ、入道雲積乱雲ですけど、でまあそうですね、外で遊ぶ人もしくは外での作業をする方、農業だったり林業漁業、まあ、あまりこうそういったものに携わらなければそこまでこう雲を見るってことも普段しないのかなというふうに思いました。はい、でまあやっぱり外の作業とか遊び中にですね、雲を見てある程度のこう、まあ、天気のこう移り変わりっていうのを、まあ、判断できるっていう場合もありますし、まあ、その場に、吹き込む風だったり、まあ、いろいろこう感じ取れると思うんですけど、まあ、やっぱり知ってて損はないですよね。はい、もう言いたかったことはこれです。もう知ってて損はないと思います。で、まあ、私も雲のなんか名前図鑑みたいなのを何年か前に買ったきりですね、ちょっと読んでないので、まあ、ちょっと時間あるときに、まあ、作らないとダメですけど、まあ、ちょっと読み直したいなとは思いますけれどもね。はい、まあ、ただこう上を見ると分かるんですけど、こんな感じで、まあ、今こう雨も降ってますしね、雨雲がもう来たりしてしまったらもうその、予兆も何もないんですけどもね、まあ、こういったのを見る前に、自分でこう判断できるように、うん、まあ、雲もそうですし、風ですとかね、そういった変化からも感じ取れれば、うん、まあ、遊びはもちろん、まあ、仕事も楽しくできるのかなとか、まあ、そんなことを今日思いましたね。はい、ということで今日感じたこと思ったことを記録してみました。ということで以上。